手を離れるんだよ。それで左手を離してハンドルにかける、乗せる頑張れ頑張れ頑張れ。え、どこが痛いんですか、何やってんですかえ、左太ももが痛いのなんで硬いからこれの方が大丈夫ですか、大丈夫ですか、離れない、てか離れない、大丈夫か何がどっきてるの、いや釣ったの、釣ったの、太もも痛い、大丈夫、どこが痛いんですか、太もも、太ももに、こっち向いて一言ください、両太ももです、両太ももが痛い、何が痛いんだそんなにひどい角度じゃないと思うんですけど、あ、そこが痛い、あ、そうなんだ、大丈夫大丈夫、ちょっと俺帰ってもいい、じゃあえ、大丈夫、ここにまるで何か磁石がついたような、うん、離れなさです、そうなの、え、じゃあちょっと持ってて、俺取って取って、これを回ってるからさ、痛い、いや、だからこうやって、はい、こうやって斜めってるバイクにこうやってさ、普通にこう、これ膝ついて、うん、ね、はい、で、このここはちょんって当ててやって、これで、結局こうで、こう、こういう状態にしてやったら、あ、これだけ、左、いや、左足が離れすぎてるから痛い、思いっきりこう開くの、目指せる、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、はい、どうぞ、できるかなできますかね、これ、あ、はい、あ、カメラ、はい、預かっておきます、体硬すぎるんじゃないですか、いや、ここで足をつま先をステップに、そう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 、痛い、そう、それでちょんってついてればいいから、その状態でなんとか両手でハンドルをピッと持つ、もっと左手離れない、頑張れ頑張れ、一瞬一瞬ポンと行きますはい、いいよ、3、2、1、あ大丈夫か、大丈夫か、 めっちゃ通行人に見られてる3、2、1、いや、ザ大丈夫っすか、転倒した人になってる、ただのこれ出ない、いや、じゃあ無理するのやめましょうよね、え、よく頑張った、よく頑張った、じゃあ今日からストレッチをしてください大丈夫、ちょっとじゃあ一言お願いします、いや、柔軟はしといた方がいいです、はい、ありがとうございました